まあ旅先のね、初場所っていうか、まあ探索、根魚ね、畑の初場所探索で、ちょっとねこういう景色ですよ。ゴロタ浜です。もう海の中へこのゴロタがザーッと下り込んでる感じ。はい。で、にカメラの映ってるだろうけど、20メーター先ぐらいから少しこうブレークになってて、そんなに深いとこじゃない。でもまあこれだけゴロタがあればね、カニエサとかエビエサもつくはずなので、ハタ釣れるんじゃないかなということでやってみます。で、ゴロタなのでね、リグをちょっと工夫しようかなと。直リグじゃない、フリリグです。直リグはここに直につけるから直リグなの。フックをこれに直につけるんだけど、直につけたくないんですよ、ゴロタなので。フックは上へこう跳ね上がるようにということで、ね、フリーリグというとも言う。必要なのはこういう保護重り、棒状の進化、これを先にリーダーに通します。通りません笑わすなってはい、進化を通しておいて、これフリー状態ね。で、次に、はい、まあ、いわゆるビーズのソフト玉ですね。夜光が入っててソフトな、ハードじゃないんです。で、これを通す、こんな状態です。で、この今左手で持ってる先端に針をつけるだけ、非常にね簡単です。で、フックは、まあ、おすすめはこういうコイルのついたフック、ここにワームを刺してオフセットで、まあ普通のオフセットでもいいんです。このコイル式でなくてもね、コイルがほら反対側に、僕よく間違えて結ぶんだけど、コイルがこっち行ってたらダメなので、コイルを下にしてここに結び目作る。で、このコイルにワームをねじ込みます。よし、ここのど真ん中に入れてまっすぐ刺して、ここからコイルでねじ込んでいく。はい。で、ジュラクローは背中、盛り上がってる方が背中、平らな方がお腹で、ちょっと見分け若干つきにくいんだけど、よく見れば間違いなく背中が盛り上がってる。こうね、平らが下向きに、針がちょうど来るようにコイルをこう水平に今ちょうど収まってます。はい。で、これを背中側に向くんだけど、このバーブの頂点を目安にフックを入れる。ここね、ここにフックを入れるんだけど、この時にね、ワームのど真ん中に抜けるように、ここど真ん中ね、ど真ん中にちゃんとさせたら、ここからこういうふうにセットすると。で、このダニエルロックヘッド、ダニエルヘッドロックのフックは針先が眠ってるので、ワームの中に刺さなくても引っかかれません。これうまくできる。で、ジュラクローの背中のカーブとね、結構マッチングしてんだよ、これ。なので、根掛かりもしない。でも、魚が噛むと針先が出てくるので、簡単にね、フッキングもいいし。はい、これでセット。出来上がり。これがフリリグ。で、こいつのいいとこは、こういうゴロタ浜だと、シンカーがトーンと落ちて、こっちがゆっくり落ちてくれるわけ、こう。ね、投げるときはこうやってすっ飛んでいくんだけど、着水したらこっちは水抵抗があるからスーッとなって、進化だけがこう落ちてくる。もうどれぐらい水の中でこのリーダー部分が取れてるか分かんないけど、多分これくらいはね、進化が先落ちて、あとでワームがゆっくり落ちてくる。これがね、非常に根魚に効くので、フリリグっていうのはかなり推奨のリグです。はい、セットできました。沈んでいくの追っかけられてる。はい、大丈夫です。
じゃあ、 今フリリグがねストーンと進化だけ先に降りて、こいつがこうゆっくりついていくね様子見てもらったんですけど、浅いところでやりたいけどね、浅いところ風吹いてんだ今見えないので、まあ進化がストーンと落ちて、でこれがゆっくりちょっとついていく感じは見てもらえたと思うので、あとは想像してください。まあ非常にスローなね、エビやカニがこう泳いで沈む時ぐらいのスピードになってんだろうなと僕も想像してます。ということで次はね、脳進化。まあ今これ3インチつけてますけど、2番フックに3インチなんですけど、脳進化の場合、例えば12月に出す2インチのジュラクロを脳進化で、ホンダワラとかがねびっしり生えてるウィードエリアで、モノポケットにふわっと落とし込んでメバルを狙ったりとか、あるいは流れが効いてる常夜灯の下なんかでこの水面直下のドリフトをするのに脳進化がね必ず活躍しますので、それをちょっと今ここでね、どういう風なスピードで沈むかとかを見てもいただけます。フックがねこれ重たいのでスッと沈むかもしれないけど、あ、いい感じですよ。ほらふわーっと落ちてってる。ピッピッピッね、フックが必ず下向きになってほら漂うような、こうもイカですよ、イカ、アオリカの子供、このスピードなんだよ。こう藻穴なんかに落としてピッ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 とこき上げて、またスーッといっぱい魚いるね。なんだろう、あんまり驚かないよみんなはい、ちょっと投げて引いてみますよ。よいしょ、行きました。うん、これ今リトリーブしてる状態。あまり早く巻くと脳進化でひっくり返っちゃうからね、こうフックが下にある状態でスーッとイカが泳ぐようなスピードをねちょっと自分で覚えてください。これ必ず明かりつき堤防のね水面直下の釣り絶対有効なので、これこんないわゆるデッドスローのスピードで巻くとひっくり返りません。で、例えばミミイカとかいるじゃない、常夜灯につくやつ、ああいうやつのね演出がこれよりちっちゃい 2.5 インチとか2インチだと使えるので、こんなに脳進化。はい、じゃあちなみに次は3インチの脳進化がどれぐらい飛ぶのかちょっとキャストしてみますね。はい、リールはまあこれさっきまで旗釣ってたんで3000番に PE2 号なんです。 PE2 号で、脳進化の3インチジュラクロ、はい、いきます。うわ、めっちゃ飛ぶよ。ラインスラックを取ってハンドル巻きますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 25巻き、イグジストの3000番のハイギアだから90センチね、90センチかける25巻き、まあ20巻きとしましょうか。肉18メーター飛んでる。もう一回投げるね、脳進化でフルキャスト、あんなに遠くです。で巻くと水面をこうスケーティング、いい引き波立ってるわ。これいいよ、これこれいいよ、これシーバス出るよ、これドバーッってイカ食ってるような時、エビ、それからサイマキって言ったのエビがねよくコーナーを泳ぐんで、ああいうの食ってる時にね脳進化のこの感じいいよ、これ。あと浅いところで岩がガラッガラのところへこう落とし込んでカサゴ釣るような時に、ジグヘッド、普通のジグヘッドだったら岩へ噛み込んでさスタックするじゃん。これ一遍水面出してやると水面張力で沈まないんですね、浮いてるでしょ。でこれをちょんと煽ったら沈む、ふわーっと沈むね。なんか本当にねトップゲームやれちゃうんだよ、こう水面で止めてほっとくと沈まない。
空気絡んで表面張力で、だからこの状態で2インチだと想定して、流れのあるところでメバルがライズしてるようなところで2インチのちっちゃいやつ流すと、あ、コイカ来たよって言うんで、コイカ好きなメバルはサイズ大きいので、そういうのがパカーンと食ってきます。チグエとこ7グラム。で、今からお見せするのはね、ジグヘッドの場合はね、僕逆付け推奨です。こんもりした側が背中、平たい方がお腹、これにジグヘッドの逆付けだから、こっちから刺しますね。で、真ん中、とにかく真ん中、ここ腕広げて真ん中からまっすぐ、あの手足がいっぱいついてるので、いい泳ぎさせようとするとやっぱりバランスすごく大事ですから、真ん中、真ん中のど真ん中、縦方向にも横方向にもど真ん中に刺すようにちょっと頑張ってください。今僕ちょっと失敗しました。右に寄ってた。まあマテリアル硬いんでね、多少刺し損ねても、はい、こんな感じでね、寄りで取ってくださいね。腕が広がるんだよ、これ。ジグヘッドのシンカーで腕を押し広げてやると、とってもいい浮かきになるわけです。はい、僕らこれウミガメメソッドと名前つけてます。どうウミガメかはね、入れるとわかるんです。はい、じゃあ近いところでポイ、これわかる？ウミガメパタ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 で、これ腕がこんな前、さっきと逆になってるんで、巻くとフロントの腕がブル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 っとくるんですね。腕がすごいバタフライするように、これリフトが面白いよね。完全にあのバタフライしてるよね。バタフライしてるよね。釣れないわけないでしょ。もう落ちるときも上がるときもものすごくこう自動的に腕が動いてる。もう全く自分で自力で泳いでるかごとく。はい、じゃあこれをキャストして巻くと、リトリーブするとどうなるか。はい、ちょい投げポイで引いてきます。脳進化の時よりも早く引けるす。ポイで手頃なスピードで引くと、そしたら腕を広げて泳いでくんだよ。ピリ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 、これ美味しいよ。これ美味しいよね。これがね、何にみんな見えるかっていうと、例えばあのガザミの子供がよく泳いでるよね。あれこんなぐらいのスピードだよね、ガザミの子供は。これ人間から見るとどう見てもガザミの子供には見えないんだけど、魚から見るとね、おお、ガザミの子供かなとか、アオリイカの子供かなとか、ミミイカかなとか勝手に思ってくれるんでね。よし、もう一回キャストして少し早めに引いてみましょう。これ割とファストリトリーブ、ちょっと姿勢崩したりして面白いね。今度はあの前の手足もバタバタしてる。結構いい感じで腕が動いてんだよ、クロールする。ほら、あのクレイジークローラーのワーム版のような動きをしてるよね、これ。すげえクロールしてる。これさ、ソルトだけじゃないよ、これワームのクレイジークローラーだからバス釣れちゃうよ、これで。ドッカーンって、こんな珍しい動きするやつなんか、バスも釣れてるバスでも一発で来る。面白い。はい。ね。
で、さっきまああのフリリグでちょっと見てもらったんだけど、順付けだとどう動くかですよ、腕がね。まあジグヘッドのまま順付けにちょっとやってみますね。はい、ジグヘッドで順付け。今度は前へ進まずにバックする動きですよ。さっきまであのウミガメのようなコイカのような動きしてたのに、今度はちょっと動き違うよね。スーッと進むまって、これはね、あのタコが手足広げてる状態から泳ぎにかかるとこういうふうに細長くなるんです、タコってね。だから小ダコ食ってんなーみたいな時は順付けのテキサスとか、フリリグなんかでもね、タコとかエビだったらこっちの順付けの方だね、イカだったら逆付け、カニでも逆付けが有効なんですよ。いい感じで動いてるよね。あ、風が吹いてきた。でアクション入れると腕が後ろからついてくるので、キールになって、キールというかその水抵抗を受けてシルエットが変わるよね。止めると平べったい、動かすと細くなる、腕を畳んで細くなるよね、動かすと。あ、沈める、引いたり沈めると、で止めると広がる。こういうシルエットの変化ってすごくあのフィッシュイーターをね、やる気をそそるので、はい、こういうの覚えておいてください。以上、ジュラクローのねアクション説明でした。